上武大学俊佐藤。Game 3富士通雅俊菊地。Game 4日立物流グループジャナテン・リンク。Game 5イティオピアロバ・ゲリー。Game 6イティオピアメケレン・ゲルメレン。Game 7フロンケニアダリアス・キプチョゲ。Game 8ケニアGilbert Curry. Game 9, Kenya. Consensus Kipruto. Game 10, Suzuki Hamamatsu AC. Tsuyoshi Takeda. Game 11, MTN. Hiroyoshi Umegai. Men's 3000 meter steeplechase. Start.第一障害を超えています。さあ、この3000m 障害ですが、佐藤さん、非常にこれは酷なレースですね。そうですね。そうですね。このハードルの高さは 400m ハードルの高さと同じですね。この後ご覧のようにこの障害に超えて次が水濠を超えます。水分が間もなく、ちょうど第3コーナー、第4コーナーの中間です、トラックの外側のところの大体日本記録上のところですね。そうですね、入ってきました。これ結構深いんでしょ。転ぶと多分溺れると思います。70センチぐらいですね。はい、さあ、まず最初の周回です。さて、ハンマー投げの方ですが、3回前半終わりましたね。斉藤さん、ここまで、はい、ここまでマッキーさんが 76m29 でトップですが、そうですね、はい、まだ 80m の声が聞こえます。そうですね、先ほど私、黄色いタイプがセカンド記録と申しましたが、はい、これはロッシー工事の作った大会記録の 82m95 です。大会記録は 82m ですね。そうです、はい、まだ 80m ジャンパー3回が終わった時点では出てきません。4回目以降、期待いたします。そうですね。さて、男子 3000m 障害ですが、さあ、佐藤さん、ペースを刻んでいきましょう。そろそろ2回目の水濠を超えます。このスタート地点からさらに回っていきまして、現在ハンマー投げをやっていますが、この後ろ側に黄色い旗が立っています。ここを通過すると 1000m の通過です。男子の 3000m 障害は次の障害を越えて旗のところで 1000m です。 1000m は2分46秒。さあ、ハンマー投げはいよいよトップ8、4回目の試技に入ります。試技順は第一投擲者はドイツマルクス・エサー 76m29がトップです。最後の、投擲者になります。第一投擲者はアメリカキムウェ・ジョンソン、続いてエジプトハッサン・アホフド、ラトビアウォルス・ソコロ、
ポーランド、シモン・ジョウスキー、ラトビア、イゴルス・ソコロフ、エジプトのハッサン・マッフィン、そして最後はマルク・セイサーになります。それでは女子の走り幅跳び、これから5回目の試技に入るところですが、実は非常に風が強くて2メートル以上の追い風参考ということになりまして、公認記録がここまで過去4回の跳躍からでは2回の試技しかないという、最大では追い風7メートルという、先ほどマスクサチの6メートル38はそういうケースでした。ここまで6メートル67の岡山さえてが飛んでますが、これも追い風 44.1メートルという参考記録です。
優勝したケニアのキプチョゲ、12月のキプチョゲには花束と川崎支店の